お伝えするのめちゃめちゃ重要です。皆さんがどんなビジネスをしようが、これを知ってる知ってないで成功する成功しないがもう9割方決まってもいいというぐらい重要な、ものですね。で、ここがね、この時代を読むっていうところなんですよ。まあ、時代が読めなければその時代に適した商品とかサービスの提供ってできるわけないんですよね。この中でも、ね、一番重要だったのはね、エステサロン業界ね。エステサロン業界、このカスタマーサクセスに視点を変えた瞬間にバーって経営が安定しました。はい。まあ、エステだけじゃなくても、まあ、似たようなね、店舗ビジネスだろうが、オンラインビジネスだろうが、すべてがですね、今回話する内容に詰まってますということですね。カスタマーサクセス、これね、今の時代っていうのは売れたっていう価値よりも売った後の価値の方がでかいわけですよ。これまだふわふわしてるでしょ。これがマジで理解できるようになります。で、今の時代ね、比較時代なんですよ。比較時代。飲食店、その小売りだってそうですよね。ドン・キホーテに何か買いに行きました。ちょっとアマゾンでプライス調べて、実際にアマゾンの方が安いからみたいな。そうやって買い物するじゃないですか。だからこそ、その時代だからこそ本業以外を本業にしないといけないわけなんですよ。本業以外を本業にすることができないから本業が潰れるんですよね。これがまず2点目。で、3点目、OTB を LTB に持っていく具体的な方法。OTB、LTB ってそもそも何なんだというところね。ここを分かってる分かってないだけで全然変わってきますので、はい、早速やっていきたいと思いますが、もう今の時代っていうのは所有するっていう時代ではなくて、体験の時代なんですよね。昔はね、こういう風に CD を所有して、皆さんも CD ショップとかでね、買ってましたよね。ただ今 CD を買う人っていますいないですよね。ほとんどの人が、大体ですね、iTunes とかでダウンロードするとか、そんなもんだと思います。だから、所有する CD もの自体に所有、お金払ってるんではなくて、音楽を聴けるそのサービス、その体験にお金払ってる時代なんですよね。だから、皆さんが今後どんなビジネス、どんな事業、どんな店舗展開をするにしても、絶対に考えていかないといけない一つのこと。これは、何かを購入させるっていうようなサービス設計は絶対にやめてください。ビジネスモデル、これ成り立ちません。それで、じゃあ何をやるかっていうと、何かを体験させる。体験させるビジネスモデル。これが何か。まだふわふわしてるから、この体験させるビジネスモデル、徹底的に理解していきましょうと。これをやるだけで、年収全然変わりますから。経営の安定性全然変わりますから。はい。だから、言ってしまえばですよ。さっき言いました。OTB。OTB っていうのは、ワンタイムバリューです。これ何かっていうと、購入するまで何か買ってね。はい、買ってくれた。はい、じゃあ終わり。レジで行ったら終わり。ね。そこが勝負だったわけですよ。ね。エステサロンもそうじゃないですか。エステ来てねって言って、エステ来てくれました。で、受けてお金払ってくれました。ありがとうみたいなね。それが終わり。そうじゃなくて、このワンタイムバリューから、この購入した後が勝負なわけですよ。これがライフタイムバリュー。LTB という考え方ですよね。実際にね、この LTB の考え方が一番必要なのっていうのは、ぶっちゃけ飲食店とか美容院ですよね。エステサロンもそうだと思うんですけども、何かっていうと、集客費を10万円借りましたと。で、10人、そこから来店しましたと。ってことは、1人当たりのコストは10万円使って10人来店したから、1人当たりは1万円ですよね。で、この1人当たりの集客コストって、地域によっては、エステサロンとか美容院って普通に5000円超えるんですよ。5000円超えて、1回施術するのに5000円とかね、売り上げが立つんだけども、だから、1回来るだけじゃ赤字なわけですよ。そもそもね、成り立たないんですよ。だからあんだけ潰れてるんですよ。ってことは何をしないといけないかっていうと、LTB の考え方で、リピートしてもらう方に、そこが勝負にしないと、潰れますよって話ですよね。だから、じゃあこの考え方を持つと、皆さんどういう考え方に変わらないといけないかっていうと、必然的にコスト面ね。例えば、以前であれば、OTB って言って1回来たらバイバイみたいなね、獲得予算、だから集客予算にめちゃめちゃここにコストをかけるべきだ、かけてたところって多いんですよ。でも、LTB 時代っていう時代になってて、今の現在は、ここの集めるっていうところのコストよりも、これを維持する、お客様を維持する方にコストを回していかないといけないんですよ。サロンボードで月に2万円、3万円ぐらいみたいな話だったら全然いいんだけども、サロンボードを使う目当てでね、予約システムとかね、それくらいだったら全然いいんだけども、そこに集客をポーンってやること自体、勝ち筋がないんですよ。その集客をじゃあどうに回すかっていうと、以前であれば、この集客費が、LTV の集客費っていうのは維持予算っていうのがすごい少なかったけども、今の時代はここの予算を一番割り振らないといけないわけですよね。このさっき言いましたね、これ。でも今あなたが美容院の経営者だとすると、ほとんどの人が、さっき言ったように、来店前、お客様が来る前にコストを置いてますよね。だからこれですよね。この以前の来店前に獲得予算を置いて、LTV のところには全然来ない。でもこれをやるとなんで潰れるか、そこにどういった法則があるのか、これって知ったことないですよね。これがですね、言われるのが、イチゴの法則と言われます。イチゴとか言われますね。ストロベリーのイチゴとかね。イチゴイチゴだっていうふうに言われるんだけども、これ何かっていうと、新規顧客ってそもそもね、利益成り立たないんですよ。1人目、さっき言った美容院の話で、1人のお客様が来たとしても、利益が全く残らないんですよ。だからどんだけ新規顧客集めよう、新規ビジネスっていうのは大体潰れるわけですね。なんでかっていうと、新規の顧客獲得コストっていうのは、既存の顧客獲得コストの5倍かかるんですよ。だから何かっていうと、新しい人を集めるよっていうのと、今来てくれた人をリピートさせるよっていう、そこの時のコストっていうのは、5倍新規の方がかかるわけですね。ってことは、こっちの後者の、今既存客に対してのリピート施策に回した方が、効率的に利益が上がりやすいんですよ。だから今後ですよ、何かっていうと、もうショットモデル、エステサロンとかも嫌じゃないですか。学校とか、ジムとか、ソフトとか、すべて今定額制になってますよね。例えば学校だったら今オンラインサロンが流行ってますよね。皆さんもそうじゃないですか。今このオンラインサロンってさ、昔みたいに学校にね、入学金300万円、400万円、思い出ヒストブック持って、どっかに行くみたいなことやってないでしょ。めちゃくちゃスマホ一つで、何回予習したい、復習したい、全部スマホ一つできるじゃないですか。しかも好きじゃなくて、いつでもやめられるんですよ。こんな最高な学びってあります。で、これを知ったら今は皆さんは、どっか違う学校に行こうと思います。行かないですよね。はい。そういうことなんですよ。だから、こういうふうにサブスクの方が絶対に、満足度が高いわけなんですよ。100%。このショットモデル、一括で取るモデルって入れないでくださいみたいなこと言ったんですけども、じゃあどういうモデルがいいのかっていうと、これがリテンションモデルです。リテンションモデルって何かっていうと、サブスクモデルとかコンスタントモデルって言われますよね。サブスクモデルって、例えば定額制のプライベートジムとかメールマガジンとかオンラインサロンのスクールとか MVP もそうですよね。サブスクやってますよね。で、コンスタントモデルって何かっていうと、例えば、毎月定額制で引き落とされるものじゃなくても、Amazon の購入って月に1回なんか Amazon で買ったりしません？それを入会してる時点では別に何もお金はかかんないんだけども、何か物を購入するとか、例えば課金制のゲームとか、Uber とかって別に Uber のアプリをダウンロードするのも無料じゃないですか。でも定期的に使いますよね。なぜかっていうと、体験を売ってるからですよ。体験が好きだから、リテンションするんですよね。こういう風なサブスクモデルとかコンスタントモデルで考えないといけない。だから、入り口をさっき言ったように、とにかく入り口を無料にするとか、5円にするとか、何でもいいから広げる。入りやすくする。めちゃめちゃ低くして、そこからどうやってコンスタントとかサブスクに持ち込めるかっていうところを、重要視するっていうのが重要ですね。リテンションモデル何がいいかっていうと、このメリットっていうのは、この顧客のデータ。
さらに商品の改善、付加価値提供。例えば顧客のデータっていうのは、お肉を買うときに俺 のデータね、登録しないといけないから、誕生日とかね、いろいろ言えるわけですよ。そうすると、あっち俺の誕生日分かってるから、誕生日にわざわざ電話くれて、おめでとうございますみたいなね、顧客の満足度上がりますよね。そういうことなんですよ。でそういうふうに、その付加価値の提供っていうのができるんですよね。で、付加価値の提供ができると、俺はもうすでにお肉のお金を払ってるんじゃなくて、そこのサービスにお金を払ってるんですよ。その体験にお金を払ってきてるんですよね。こういうふうにマインドとかっていうのが、チェンジできるのが、このリテンションモデルのメリットなんですよ。で、顧客データと商品改善付加価値提供、これについて何かっていうと、この顧客データがあると、こういうふうに商品改善ができたりとか、新しい新規価値が生み出されるようにできたりするわけですよね。じゃあこれまだふわふわしてると思うんで、どういうふうにやっていくかっていうと、実際にですよ、MUP はどうリテンションしたか、そのモデルの、スクリーンしたか、リテンションモデルのスクリーンしたかっていうのを今からお話ししていきますけども、これ今見てる人でね、特にサギクラスの方って毎月8980円払ってるじゃないですか。なぜこの8980円の皆さん価値があると思いますっていうのをちょっと今からね、やっていきますと。本当だったら普通の情報商材だったらさ、こんなのね、自分の情報に自信があるからリテンションモデルにしてるんだって、情報に自信があるんだったら別に一括でね、こんな六本木にいるようなね、情報商材やろうみたいに100万円払ってくださいみたいなやる必要ないですよ。わかります。めちゃめちゃこの情報ってどこにもない情報だから、ない情報でめちゃめちゃいいからこそ、一括で払わないで、いや、毎月いいですよ。Excel だってそうじゃないですか。Excel に変わるものそんなないから、だから、Excel で毎月リテンションにしたってみんなやめないわけですよね。そういうことなんですよ。わかりますかね。なんでこのリテンションモデル、まずは優先順位ですね。サービス設計とデータ収集、サービス改善、シェア獲得、新規事業の接続ですね。サービス設計どうしたかっていうと、まだ俺がね、この MVP 始めた時って、どういうことにしようかって、まだサービスが明確にできてなかったんですよ。で、できてない状態で、いろんなことを、いくら自分の頭で考えたって、もう絶対にフィットするわけないんですよ。だから一番早いのは人に聞くことなんですよね。だから、まずは俺がやったことっていうのは、うちんちね、この写真うちんちなんだけども、うちの家で、無料でインスタグラムで、招待しますよって言って、まあ30、30、40人ぐらい来てもらって、無料ですよ。ね。無料で、こんなことやりたいと思うんだけど、一回授業受けてみてって、授業受けてもらって、どうだったらフィードバックもらって、アイデアベースでコストをかけずにそうやってサービスを作ってたんですよね。いいじゃないですか、エステサロンだって。なんで最初からさ、サービスができてない状態で取ろうとするんですか。まずはそうやって無料でやったらいいじゃないですか。全然ないだと思いますよ。で、これを、MVP って言って、ミニマムバイアブルプロダクトって言うんですけども、MVP で検証していくんですよ。このアイデアを。MVP で作っていくんですよ、サービスを。こういうことなんですよね。で、これができてないから、ほとんどのところっていうのは最初から来て、最初が良くなかったらリテンションしたりとかね、そういうものに立っていくと。で、次に、無料ですよね。MVP って、まあ、増産クラス無料で、うさぎさんクラス8980円、無料、有料なんで、もう増産クラス1万1000人いるんですよ。学生ですよ、2月時点で。うさぎさんクラスは1700人ね、まあ、日本第2位ですよ。めちゃめちゃでかいですよ。この1万1000人、じゃ何が必要かっていうと、この無料の方が早くデータが取れるんですよ。これ何かっていうと、例えば、皆さんね、普通に MVP カレッジって検索すると、普通に Facebook 入りますよね。Facebook で何を目的に入ってきたんですわざとフェイスブックに勧誘して無料ですよ。無料でやって、じゃどういう人が学びに興味があるのかとか、何を知りたいのかって、例えばそこでしたのが、俺はマーケティングを中心に教えようかなと思ったんだけども、みんなにそのフェイスブックとかでアンケートを取ってみると、一番多かったのが投資だったんですよね。投資について知りたいと。だからカリキュラムに投資を組み込んだんですね。こういうふうに無料の方が早くデータが取れるんですよ。わかります、ね、マスをとにかく取っていく。で、そこからサービスの改善をしていく。無料だから誰も文句言われる必要ないじゃないですか。そういうことですね。はい、次にサービスの改善です。次のサービスの改善って何かっていうと、まあ、実際やりたいことは逃げてない。理想の未来も逃げてない。逃げているのは、いつも自分だった。安定的な企業で安定的に働いて安定的に生活に困ってた。誰だって成功したい。誰だって人生を変えたい。何をやるべきだってことも分かっていた。でも明日やるよと言い続けてだいぶ経った。アイデアがなくて行動してない日々より、アイデアがあって行動していない日々だった。夜中ベッドで素晴らしいビジネスが浮かんでも、不思議と次の日に満員電車に揺られていた。だからもう自分の人生に言い訳しない。誰でもどこでもいつでも3タップで起業、クラウドスタートアップ。